第5回目は建築の価値、美学についてです。第1回目では大文字の建築の存在、2回目は絵画を通して建築と構成、あるいは建築の主体性について話しました。そして3回目と4回目でフラーやシェッツを通して建築と技術の関係を説明しました。今日の話はまたそこからもう少しだけ時間を遡ります。18世紀中頃からの話です。それは建築の価値基準、美学についての話です。建築の起源、そして時代を超えてたびたび現れる幾何学あるいは数学についての紹介します。これは建築に対する価値基準をどこに置いていたかについての話です。そこには単なる個人的な美を超えたものがありました。はじめにエドマンド・バークという人の書いた崇高と美の観念の起源という本を紹介します。エドマンド・バークは1929年に生まれて1797年に亡くなりました。フランス革命前後のイギリス人です。最後は政治家になります。この本、崇高と美の観念の起源、これは1757年なんですけれども、人間の内面に関わる感情というものを初めてカテゴリー化しました。それは、絵を見たとき、教会に入ったとき、感動するのはなぜか、その理由が対象となるもの、オブジェクトにあるのか、経験する側の人の感受性、サブジェクトにあるかについて語った本です。そして、カントの判断力批判。18世紀は啓蒙の時代です。この時にカントも崇高という概念を持ち出し、崇高がもたらす一種のダイナミックな精神高揚感の考察から、対象、オブジェクトと区別した感情、サブジェクト、すなわち美的感情の存在を示しました。美、あるいは感情というものが何かを記述したものです。これが当時の建築にも大きな影響を与えます。あるいは近頃に至っても今流行りのオブジェクト思考はこのカントを批判するものです。少し難しいので、この内容を安藤忠雄建築を持ち出して説明すると分かりやすいと思います。それは、なぜ安藤建築が受け入れられているかということです。さまざまな理由があります。一般に、コンクリート打ち放し住宅は寒くて暑くて決して快適ではありません。それなのにです。大きな一つに、一般に快適でなくても、俺は安藤建築に住んでるぜ、住みこなしてるぜ、という満足感です。身体的快適性よりも、物事を克服した時の達成感という快適さ、このことが安藤建築を受け入れる理由だと思うのです。これを哲学的に厳密に記述したのがカントでありバーグだったのでした。つまり、物と感情がバランスされているとき、そのことを美しい、あるいは快適に思います。それのバランスが物側に傾いたとき、崇高さを帯びるということです。
建築はどうしても物への比重を大きくするものです。それでは2つの本の内容を説明します。2つとも18世紀が舞台となっています。